こんにちは、吉田さん。受け取り方の格差ね、結構ありますね。あのー、先日ね、私ご相談を受けたのは、えー、結婚して2年目か3年目ぐらいの、まあ、女性の方だったんですよ、20代で。まあ、もうすぐ30になるとか言ってましたけどね、だから28空なんでしょうね。で、その方がね、その、まあ、結婚して家事が負担なんですっていうふうに相談いただいたんですよ。で、あのー、 一緒に暮らしてる旦那さんは家事をねあんまりやってくれないんだということだったんですよ。で一人でやるのが大変なんで家事とかお掃除とかねちょっとなんとか分担してほしいんだけどもなんかこうなんですか角が立たないような言い方ありませんかっていうふうにねご相談いただいたんですね。で私はまあ回答としてはあのー。 ましょうか回答はあのまずねその方に、ね、状況をいろいろ聞いた後であのでねたんですよあの。家事が大変だという気持ちはねわからなくもないけども独身時代も家事はありましたよねその時はどうしてたんですかって言ったら実家にいたんで親がやっていたって言うんですよね。うん、そこですよ原因はって。る時に 自分の家事はしてたと思うんですよで家事が大変だっていう考えっていうのは多分今まで一、ね、人でやろうが二人でやろうが別に掃除はやるし洗濯はするし飯は作るしだと思うんですよ。それずっとやってれば一人分が二人分になったからといってそんなに手間は変わんないんで負担になることはないけどもきっとあなたはね 家事そのものもをやっったたことがなかったから、一つやるのも戸惑うしどこまでやればいいのかわからないしこれで正解なのかどうか自信がないからそれをね自分一人だったらいいんだけども帰ってきた旦那さんが仕事から帰ってきた旦那さんがあやっぱりねできるできてないっていうことまで言わないだろうけどもそこに怯えてるんじゃないのかなって言ったらあ確かにそれはそうですと言ってましたね。 自分があ手探りでやってる家事に対して帰ってきた旦那さんがねやっぱりこう無言でやり残したことをささささとやってるみたいなんですって言い出したんですよそしたら「ら旦那さん家事やってるじゃないですか」みたいなことになってね「<laughs> うーん確かに」って言ってましたねその方は。でなんかこうご飯が済んだ後もこの女の人はね、あのー ま酒物をしなないいそうなんですよ気がついたら食べ終わった後に置いてたら、まあ、お母さんが持って行って洗ってくれてそれが食器棚に収まっていたということらしいんですよねでその頃にはねそのことを自分で話した時にはその女性はなんかちょっと罰が悪そうにしてたんですけどもそうでしょと食べ終わった後多分旦那さんがごちそうさまありがとうねって言ってささささっと片付けてくれて洗濯してくれて 初期に戻しててくれてみたいな動作を、ね、あの本当こう不自然じゃないようにパッとやったと思うんですよって。であなたはいつもやってもらってるものを結婚してもいつもやってもらってるんでやってもらってるって意識すらなくって自動的に終わってるからでなんか自分が何かをやったような気になってたんですよねみたいなことでね。うんなんかずーっと紐解いてみると。 結局あなたは家事をやってるつもりでやってないし <laughs> やってるのは結局旦那さんだよねってことが分かってですねあ本当だみたいになったわけですよ、うん、で最後にね捉え方の違いっていうお話だったんでそれをお話ししましたねあのきっと旦那さんの気持ちは分からないけどもその女性に言ったのはねあの好きな人の暮らしを支えることってそんなに負担なんですかって めんどくさいですか嫌なことなんですかきっと旦那さんはあなたが快適に暮らせる家を作ろうと思って仕事にも行くし帰ってからああこんな汚いところで俺の知らない間に住んでたのかなと思ったらじゃあせめて自分が仕事に行く前にねこの家を快適で整理整頓された清潔な家にしようと思えば何も言わずに悪態をつくこともなく疲れていてもあなたのために働くし <laughs> うん、でまあ、食器なのなんだろうね片付けられてなければ多分やるだろうしねあなたが旦那さんがね旦那さんが仕事に行ってる間も何不自由なく暮らせるように家を整えて出て行ってくれてるんじゃないのちなみに「なね、何さん?」とか言ってね女の人に言ったんですけども「玄関の靴揃えたことあります」って言ったら「えっ?」てか言っ <laughs> 玄関の靴は今度見てみなさいと。旦那さんが揃えてると思うよって。からね確かに脱ぎ散らかしたような気がするけども、いつも履きやすいようにこう揃ってました、うん。どんだけしょうもない人に、あの、結婚してくれたかね、旦那さんにちょっと感謝した方がいいですよみたいな話になって、ね、最後はちょっと涙ぐんでいたみたいな感じなんですけども、だからこれも捉え方なんですよね。なんかね。 の様々捉え方なんですよ、ね、<laughs> だから自分がねやっぱ結局いろんんな不満の原因を作ってるんですよねそれでいろいろやってもらってることに気づけてないっていうんですかねでもこれでよくね結婚してもらえたよなと思いますよねなんかこの旦那さんにしてみるとその女性がもう生活不適合者であっても何でもいいからどうしても手放せない 旦那さんんの捉え方、魅力があったんですよね、うん、ラッキーですよねなんかねこ,ここまでめちゃくちゃな人でも何か一点輝くものがあれば人生に責任を持ってくれる男性が現れるっていうの、ね、まあ男だとそこはいかないですね <laughs> なんかぶっただかれて終わりですよね、うん、ということで今日も始めましょうか、えー、今日はちょっと多少ね長くね休ませてもらいました えー、朝3時42分でございますそれでは行ってきます